レッドブルのセルジオ・ペレスは、F1 第3戦オーストラリア GP では、レースのオープニングラップでチームメートのマックス・フェルスタッペンにメカニカルトラブルが起きなかったとしても、フェラーリが間違いなく勝っていただろうと考えている。確固とじポールポジションからレースをスタートしたフェルスタッペンは、オープニングラップではカルロス・サインツ、フェラーリを筆頭にした隊列をリードしていたが、 手の施しようのないリアブレーキのトラブルに見舞われリタイアに終わった。トップを引き継いだフェラーリのサインツは、その後も順調に走行。予選で3番手だったペレスは、予選後にグリッドペナルティを受けて6番手からレースをスタートしたが、大きな進歩を遂げることはできなかった。ペレスはフェラーリ勢だけでなく、マクラーレンのランド・ノリスとオスカー・ピアストリを追い抜けず、ボイでレースを終えた。 チームとして今日はペースがなかった、と、ペレスはレース後に、スカイ、に語った。週末を通してペースがなかった、金曜日からすでに苦戦していたし、タイヤマネジメントをうまく行うことができなかった。理解して改善していかなければならないと思う。すでに昨年、このようなコース、例えばラスベガスのフロントタイヤに厳しいコースで、フェラーリは僕たちよりもずっと強かった。だから、 僕たちはフロントタイヤのケアができなかったということだ。またペレスはチームメートのリタイヤがなくてもフェラーリが勝っていただろうと断言した。間違いなくそうだ。僕たちは序盤に苦戦していたと思う。フェラーリとマクラーレンが僕たちの一歩先を進んでいることが分かった。僕たちはウィンドウのバランスを取ることができなかったと思う。これからのレースに向けてやるべきことがある。 とても独特なターマックだったので、週末を通して最高のグリップレベルをコントロールでき